浜名湖では、さまざまな魚介類大変豊富なんですが、特に最近ではアサリ、カキ、といったですね、魚介類が非常に、生産量が落ちております。これいろんな水質の問題だとか水温とかいろいろ言われておりますけれども、しっかりですね、試験所が研究をして原因を解明して解決していかなければならないと思います。これからもしっかり地元のために頑張ってまいります。